週末うちの別荘に来ない。どうすんの、どうすんの、どうすんの、俺どうすんのよ。その時俺は考えた。これはチャンス以外の何物でもないと。別荘はどちらに？北軽井沢。いいですね、ぜひ。ご予定とかあるんじゃなくて？全然、あったとしてもオールキャンセルです。お父さんお酒飲まれますよね。ちょうどよかった、この間買ったワイン持っていこうかな。うちのパパ最近焼酎なのよね。ですよね、僕も。そういえばあれワインじゃなかったな。そうそう、うちのパパ男らしい男の子が好きなのね。男らしい男の子。その髪型まずいかも。これまずい。もっと短くないと。スポーツ狩りとか。ゴリン。ゴリン。ソフトモヒカンぐらいなら殺されるかも。ゴブは。ゴリン。3秒考えさせてね。